そうですね、まあ、僕はこう自分のよくわからないこととか世の中でなんとなくこう曖昧になってることとかっていうのを考えるの好きなんですね。でみんなが常識だと思ってることを考えてみて本当にそうなのかなとか、でみんなが常識だと思ってることを守らなきゃいけないと思ってるせいでこう結構ストレスになったりとか言うんで、本当にそれが常識なのかなとか考えてみたりするっていうのが僕が小説を書く上での一つのモチベーションになっているので、まあそういうこう日常生活の中で当たり前のように思ってることを本当にそうなのかなと思ってもらう機会になってもらえればと、あとはやっぱり日常生活の中でこう置いてけぼりにされてる感情みたいなものを体験できる場であればいいなと、まあ、そういうようなことを思って小説を書いています。そうですね、やっぱり10代の頃って進路ですごく迷うと思うんですね。僕自身も将来何だろうかなってやっぱり考えましたし、で2つ考え方あると思うんですね。自分の好きなことを職業にするのか、それとも得意なことを職業にするのかっていうので、僕は得意なことを職業にした方がいいんじゃないのかなと思うんですね。やっぱり、まあ、それどっちも一致してれば一番いいんですけど、どっちかなと思った時には、得意なことを職業にするとやっぱりいろんなことができるし、そうするといろんな人といろんなジャンルの人と結果的に交わることができるようになるし、まあそういうようなことで自分って何が得意なんだろうなとか気になってることをとかを考えてみると、将来何すればいいっていうのはおのずと見えてくるんじゃないのかなと思います。頑張ってください。